特許図面、ブリッシュロックは、元アメリカ海軍中佐ジョンベル・ブリッシュが考案し、1915年に特許を取得した下記の閉鎖方式である。ブリッシュ自身が提唱した高圧下の特定の異金属管においては、法則のもと予想される以上に大きな摩擦力が働くという仮説に基づく。この仮説は、 現代的な工学的用語で性摩擦あるいは付着と称される現象の極端な現れと解釈される。ブリッシュロックはトンプソンサブマシンガンで初めて採用された。しかし、現在では消火器の動作方式としての有用性は認められていない。ブリッシュの予想に反し、この機構が重機の動作及び機能に与える影響はほぼ皆無であり、これを採用した重機は、 実質的にシンプルブローバック方式と同等に動作していた。ブリッシュロックはブリッシュによる大型海軍砲の観察の結果として発明された。彼は海軍砲の隠ら式予染が最大創薬で射撃した際には閉じたままだが、軽創薬で射撃した際には緩んでいることに気づいた。ブリッシュはこれが褒美で異なる金属の部品が組み合わさっていることに由来すると考え、 異金属は非常に高い圧力にさらされたとき、互いに張り付く性質があるという仮説を提唱した。この現象はブリッシュの原理と称され、ブリッシュはこれを遅延ブローバック方式における閉鎖機構に取り入れることを試みた。そして単純なくさび型の部品を用いるモデルを作成し、1915年3月9日には、 アメリカ合衆国特許第113万1319号が認められた M1921 短期艦銃のボルト。金色の部品が新中性ロッキングピース M1921 短期艦銃のロッキングピースその後、ブリッシュロックはトンプソンサブマシンガン及びトンプソン自動小銃で採用された。トンプソンサブマシンガンでは鋼鉄製のボルトに設けられた斜めの溝に 真鍮製のロッキングピースが緩護する構造になっていた。ボルトが交代する際、圧力を受けた鋼鉄と真鍮の間に働く大きな摩擦力によって交代速度が低下すると考えられたのである。しかし、ブリッシュの原理が科学的に証明されることはなかった。交代速度の低下はブリッシュが予想した。 異金属間の摩擦ではなく、単にブリッシュロック機構の搭載によって増したボルトの重量によって実現されており、すなわち実質的にシンプルブローバック方式と同等に動作していたのである。当時の技術者の中にも、これらの銃がブリッシュの原理に基づかないシンプルブローバック方式の銃として動作していたと考える者がいた。例えば陸軍のジュリアン・ゾンマビル・ハッチャーなどの当局、 関係者の間でもトンプソンサブマシンガンで採用されたブリッシュロックが実際には閉鎖にほとんど役立っていないと考えられていた。第二次世界大戦頃にはブリッシュロックが有用な機構ではないことが広く知られるようになりトンプソンサブマシンガンを供給されたイギリス軍ではこれを除去する改造がしばしば行われた。1942年に開発されたトンプソン M1 では ブリッシュロックが廃止され、シンプルブローバック方式へと改められている。いずれにせよ、この角に複雑な機構の採用による製造コストの増加は実現される利点を大幅に上回っていた。ありがとうございます。